久保さん、みんなの銀行にしときましょうか。今日ね、朝ね、また3000円入金やりました。ありがとうございます。やっぱ、やってる人は、なんか入りますね。また動画撮ろうかな、まあ。プレゼント中、今プレゼント企画中なんでね、どうしようかな。って話ですけど。まあ、とりあえず、その、なんだ、まあ、久保さんも言ってます、言ってたような気がするんですけど、 まあ、結局その過去のね、あのストック動画が、ああ、かしら影響あるんですよ。そこから来るんで、最近撮ってないな。ここ、ここ3日4日撮ってないような気がするんですけど、みんなの銀行は。うん。まあそれでも入金があります。だ要は、普通の仕事だと、まあバイトだとわかりやすいと思うんですけど、あの、じゃあ、 セブンイレブンンイイレににバイトしに行きましまたで、その今日バイトしに行った時給がもらえるじゃないですか。逆に言うと今日行かなかったら、まあ、時給発生しないですよね。でもネットの場合って今日やってなくても過去のやったものが反映されたりするのでなこれがその時間が増えるというかうん。 まあ、時間にゆとりができる理由はここですよね本当にうん、まあ、あとね昨日ね僕あのライブしてたんですよでライブしてあの吉谷神社みたいになってたんですけどなんかね56年前ぐらいの動画見てくれてる人がチャット来て古いっすねみたいなそれ知ってるんですかみたいなね そうめちゃくちゃ古い人来ました、古いなんかコメントもなんか古いですっていって、ね、いまだに見てんだなみたいな、すごいなみたいなね、<laughs> 6年間見てんのかみたいな、まあ、ずっと毎日見てるわとはあれですけどそう、なんか昔の動画を見てる人じゃないとわからないキーワードをこう投げてきてるんで、うん、すごいですね。 自分でも忘れてるその企画を覚えてるお客さんがあるっていう, <laughs>、うんうまあ、ということで、まあ、みんなの銀行はとりあえずセールスまだ入ってないから取ろうかな。今日ね、3000入ってましたね。うん。うまあ、とりあえず30万まで分かるんで、今ね、9万僕、9万今2500円なんですよ。だまだ20万ぐらい。 余裕あるんでまだでできまますすね円ですね円、ま、だ余裕があるんで、まだ撮ります、動画。しっかり30万までちょっと頑張りますんで、そうこれは。しかもね、ラッキー今ラッキーなのがね、昔その1000円だったんですよ、当初は。で、今1500円になってるんで、だから1000円だと300人に紹介しないといけないけど、1500円だと30万円割1 5 0 0にすればいいのかな 30万 ÷1500 円。三0 0 0 1 5 0 0円。200人か。200人、なんか100人いらないんですよねい。いらないというか、昔は300人紹介しないと30万じゃなかったけど、今200人紹介すれば30万になるっていう。ラッキーですよね。うん やりま,すまあみんなの銀行もねずっと <laughs> キャンペーンやってるわけじゃないんで10年後もねキャンペーンやってるかっていうと絶対やってないでしょ10年後もお,とお友達紹介キャンペーンやってないと思いますさすがに10年後は、まあ、1年後もどうなるか分かんないですけどねだ結局やっぱやった人が結局稼げるっていう話でみんなやんないんでね、うん、みんなやらないですね本当になんでなんでしょうね やればいいな,いなと思いますけどそうみんなの銀行は <laughs> あのまあアフリエイトやってる人だったらわかりますけどこんな着金サイクル早いアフリエイトないですからねマジで <laughs> いろんなアフリエイトプログラムがね、まあ、A8 とか登録すると300社か400社ぐらいあるのかなまあいろんなプログラムがあるわけですよ もう一番最強ですよねこれはうんまあグーグルのアドセンスアフリエイトも1ヶ月ですからね月末締めの翌月払いなんでマジでこんなキャッシュフロー早いのないですようんそうでもこんなに早く入金してくれるのに早くやらなかったら早くあの入金されないっていうね まあ今年こそは、みたいなね、思ってて、みんなやってないでしょうね。もう15日ですよ。半分。1月半分経ちましたけど。まあ多分ほとんどやってないでしょうね。まあほとんどやってないからやってる人が勝てるんで、まあいいんですけど。全員がやったらね、あれですから。まあ僕、ブログに関しても10年ですからね。まあ2年今更新してますけど、今年もね、元旦から書いてますし、 まあ、こう更新してますし、まあ、これ10年毎日更新したら、まあ、絶対、絶対ではないですけど、まあ、ほぼ、ほぼ10年毎日更新は多分ないと思うんで、でそうするともう見えてるんですよね。だから、やる人がいないから、やり切っちゃえば、もうめちゃくちゃ言えるじゃないですか。うーん。めちゃくちゃ言えるわけですよ。いろいろ、いろいろと。で、セミナーもできるし、商品も作れるし、ね。 昔やってましたっていう人から商品買うのか、今も現行でやってて10年更新してますっていう人から買うのか、どっちの方がから買いたいですかっていう、例えば何だろうな、まあ、100年続く伝統の老舗ですっていうところから買うのか、昔老舗だったけど倒産してますっていうところを買うのか、どっちから買います、まあ、絶対100年の老舗で今も運営して,て、えー、るところ買うじゃないですか、倒産した会社から買いたくないですよね。 でも昔はすごく有名だったんですよ。でも倒産してるんですよ、今。どっちから買います絶対、今はもう運営してて、100年の老舗から買うでしょう。<laughs> だからこれ、分かりきってるんですよね。分かりきってるからできるんですよ。でもみんな分かりきってるけど、なんでやんないんだろうみたいな、うん。やりきっちゃえば、そうだよねっていう話で。<laughs> そうでもね、10年更新に関しても、因数分解すると、1日10分とか20分、時間かけるだけなんですよ。 ただだそれだけなんです、ね、いや10年っていうと長く聞こえるかもしれないですけどやってることって1日10分20分の話なんで1日10分20分ただ頑張れば頑張るというかやればそれ積み上げれば10年になるだけのな話なんで、うん、そうでもそれができないのが人間なんでだからありがたいんですよだから勝てるんですよ、ね、そのたった10分20分のことすらやっぱできないんですよ だからラッキーなんですよ。っていう思考もないしね、考え方もないですよ、捉え方も。みんなその10分、20分が大変なんじゃないですかって言うんだけども、いやいや、みんなが大変と思ってるから、あのそこに賞賛があるわけじゃないですか。<laughs> っていう考え方もないですよね。うん、そう,うん。いや、だから僕はね、本当にビジネスやっててよかったなと思います。他の人が、 捉えることができない捉え方ができるし考え方ができるのでだからできるしやれるしでやればやるほどやれるしやればやるほど簡単になるし <laughs> やんない人はずっと難しいし <laughs>、うん、一生難しいループから抜け出せないですよね <laughs> そうしかもやらないから考え方もアップデートしないし、うん、考え方っていうのは行動をすることによって固まっていくるんですよ でもいくらいい話聞いてもいくら勉強しても行動して固めていかないと結局自分の考え方にならないんでそう他人の成功した話だとか名言とか格言とかも結局自分がやってやることによってあそういうことだったのかとなるほどね確かになっていうふうに自分のかそ,うそうすると自分の考え方になっていくわけですよ。そう だ聞いてやって自分の考え方にしていく自分のものにしていくってものですね。はい行ってらっしゃい。